アイワード2花火対決だぜ。みんな盛り上がっていこうぜ。はいはい、みんなよろしく。花火ありがとう。何、相手4発しか上がってないの？ガンガン行くよ、ガンガン行くよ。みんな花火よろしく。ミノムシさん花火ありがとう。はい、ワード2。ヘイヘイヘイ。はい、剣棒いらっしゃい。風船ありがとう、風船ありがとう。絶対勝つよ、ゆうのすけさんありがとう。絶対負けねえから、絶対勝つよ。よし、はい、ワード2。無理だわ、耐えられない。耐えられないこの空気、無理だわ。向いてねえわ、無理。アイラってすげえわ、無理。はい、いや無理だわ、きついって。もう32だよ、疲れた。雑談して寝ます、ただいま。2分が限界だったわ、無理無理無理です。いやもう無理です、スリさん無理です。もう鮫島さん病気だよ、あの人多分。なんかね、あのまだ発見されてない精神病だと思う。まだ学会で発見されてない深刻な、すっごい珍しい病気なんだと思う。何かしらの。まだ病名がついてない何かだと思う。思いやりは感じたけど、ポイントって課税対象なの？いや、ミズニャンもそれを言ってた時点で俺結構びっくりしたけどな。いやもう一人対決なんて無理でしょ。全然面白くないでしょ、一人花火対決。もう12時回ってんじゃん、しかも12時。すげえな。はい、わかつー、野田てるさんいらっしゃい。
疲れたんだけど俺寝ていい、やっぱり俺寝ていい。うお、ありがとう、ガチャーン、ありがとうございます。匿名さん、すげえ大花火5個だぜ、ありがとうございます。やべえな、3日分は稼いだな3日分は稼いだでしょ、ありがとうございます。すいません、すげえ、ありがとうございます、うん、やるじゃんつってね、匿名さん勝てるかな勝てるかな、やるじゃんつってね。いやでもね、もう鮫島さんと議論をして勝てる気がしない。あのね、理屈が通用しない人に、あの理屈が通用しない人に理屈で勝とうとするのは無理うん、鮫島さんと永遠に多分平行線で終わる、うん、いや話してて思った、ロジックが通用しない人にロジックで対抗するのはダメだっていう。え、でもさ、実際どうだったの？その、何？ポイントに課税されるされない議論は結局みんなの見解はどうだったの？和道リスナーの見解は。されないで OK だよね。課税はされないで。俺別に普通に申告していいんだよね、今年。今日多分無理だな、税務署に相談。いやあのね、現場の職員とか結構適当なこと言うからね。さっきのだけど PDF 見たら書いてあったじゃん、最後の方に。お疲れ様です、花火ありがとう、花火ありがとう、うん、花火ありがとう、お疲れ様です。匿名さんありがとう。うん、おお、琴音ちゃんこんばんは。ハートありがとう。あー、ティッシュなくなったな。実際これあれだな、カメラ壊れるな。トップのポイントと違って収入になりそうな気も、どうなんだろう。でも PDF に書いてあったけどな、うん、企業が倒産した場合とか、うーん、肝でしょ、どうなんだろうな。てか税理士がそんな判断するかな。税理士さんのコメント欄見たけど、あの税理士の人が、いやなるわけねえじゃんって言ってたよ、うん、上限あるんだけど、健坊さんの言うとおり上限あるんだけど、運営さんにある程度の実績認められると上限引き上げてくれる、だから無制限とイコール納税するタイミングの問題かなと。システム悪用しなければ、いやシステム悪用はできるよね、実際、うん、悪用はできると思う。例えばあのアマゾンギフト券に変えるだけじゃなくてビットコインに変えちゃったりしたらできるんだよ。まあでもいつかつつかれるけどね。ていうかそのビットコインとかがさ、ぶっちゃけ流行ったのってさ、そういう脱税スキームで流行ったわけじゃん、もともと物扱いだから。だから数年間無法地帯だったんだよね。あとあれもそうだったんだよ、スイカとか。スイカって昔50万入ったの。だから交通費だっつってそのガンガン突っ込んでた時期があるんだよ。金券代わりに配ってるっつうか、マネーロンダリング、資金洗浄をやってたんだよね昔は。50万突っ込んで50万のカードになるわけだ。
あ、めちゃめちゃ疲れた。俺は半年でポイントが消失するなら現金した分だけ所得だと思うな。で、なんで国がそういうことやらないのかっていうと、その倒産があったりとか、その、なんて言うんだろう。いや、できないだろう。ポイントに対して税金ってね、無理だよな。マルンさん、お疲れ様、ハート。さっきも言ってたけど、その、ポイントを奪う権利が会社にあるっていうことは無理なんだよ。12月1日に国税庁が発表した見解だと、仮想通貨の利益を現金、法定通貨、物、別の仮想通貨に、仮想通貨の利益を現金、物、仮想通貨に交換した場合に税金が発生するとなってるから、ペックスに交換してるんで発生かもしれない。別の通貨に交換。仮想通貨を別の通貨に交換した時点で、税金が発生するっていうのが見解なの。税金が発生する。仮想通貨に交換した場合、だとあり得るな。だから、ふわちポイントをペックスにした段階、だからペックスが仮想通貨ではないかな。物扱い、難しいな。ふわちポイントは仮想通貨なのかっていう問題だよね。仮想通貨ではないんだよな。そう、ふわっちは仮想通貨ではないから、いやー、だから法が間に合ってねえよな。アフィリエイトで稼いでも必要だよ。だから俺はその脱税するって言ってるわけじゃないよ。別の仮想通貨に交換でも税金とか仮想通貨終わったんじゃね。ペックスは仮想通貨なんだ。だから、ペックスから俺は現金だから、ペックスから交換した分に関しては別に問題ない。だから、ふわっちポイントか仮想通貨かどうかの。で、ポイントだと思うよ、やっぱり。だペックスが仮想通貨扱いならば、別に俺のスキームは、ペックスから下ろした段階。仮想通貨から現金化した時だから。そこは別に問題ない。だから、ふわっちを仮想通貨として捉えるかだよ。まあ、ポイントだろうな。ポイントを与えた時点でふわっちの金は減ってない。そこの部分をずっと言ってた。ナインさんと同じ見解。そう、そういうこと。だからナインさんと俺は同じ見解だね。仮想通貨の定義は現金化できるポイントらしいから、仮想通貨、それだとそうだね。ふわっちは仮想通貨になるね。初見さんいらっしゃい。確かにそうなるな。難しいよね、税金対策は。まあいいや、税金払う時に考えよう。3月に聞いてみるよ。でも半年しか記録が残ってないの。半年しかその記録が残ってないのに、鮫島さんはどうやって税金を納めるんだろう。半年前のポイントメモってんのかな。ふわっちのポイントの履歴が半年間しか残ってないんだよ。だから無理じゃない？確定申告の時に分かるけど、ふわっちのポイントの表示が半年分しかないの。だからこれは現金化した時にやってくださいねっていうふわっちからの仮の通知だと思うんだけどな。そうなんだ。ちょっとトイレ行ってくるわ。通帳確認の場合は現金化した時だから俺の言い分になる。
多分ね、これね、俺思うんだけど、リスナーさんが勘違いしてる部分がいくつかあるのが、そのポイントをどういう風に受け取ってるのかっていうのを、配信者がどういう風に課金してるのかを知らないのが問題だと思うの。おそらく。その通帳確認しなさいっていう文言が出る。みんなは花火投げることしかしてなくて、みんなのさ、ふわっちのアカウントの中にポイントが入ったことがないから分かんないんだと思う。要は引き出すのをやったことないでしょ。交換サイトのページを開いてないからだと思うんだよな。多分そのギャップがあるっていうのは。本当はちゃんと書いてあるんだけどな。見てみようか。一緒に確認しようか。利用規約読もう。課金したら口座に振り込まれるよ。ただそれだけじゃないんだよね。この辺じゃなくて、プライバシーポリシーか。あれ、ふわっちの運営がポイントについて消してる。昔あったのに、ポイントについて消してる。あ、こっちあったわ。ふわっちポイント、ふわっちポイントとは、配信の盛り上がり等に応じて通常運営より付与されるポイントです。独自の基準のため非公開と。あったね。有効期限は6ヶ月。何に交換できますか？ Amazon ギフト、 iTunes ギフト、 PEX、 現金、配信用のアイテムに交換できる。1ポイントいくらですか？1円となります。何ポイントから交換できますか？50ポイント。50万円。まあ、ポイントって書いてあるかな。まあだから変則的なやり方じゃん、マキル。それって売りかけでやる場合って、まあ結果的には一緒なんだけど、でもその表示されてるポイントを円でやるか、Q&A に申告必要。いや、申告は絶対必要だよ。そんなん、あのサイトふわっちだから必要とかじゃないよ。あの申告は必要なんだよ。 Q&A 見てみる。 Q&A ってどこにあんの。どこ、これでしょ。申告は必要ないなんて俺言ってないよ。そう、あの税務署がめんどくさいんだよね。そう、俺も全く同意見だよ。税金の計算する場合、売掛金で考えればできる。取りっぱぐれた時に、経費計上のタイミング
いや、経費計上しないでしょ。レシート取っといてないでしょ、鮫島さん。調査は税調入った時だけ。まあ、それは金蝶さんは、それはわかる。要は、法律が変わっても疲れないようにっていうことでしょ、多分。それだったらわかるよ。だから間違ってるとは言わなくて、法律で確定してるっていう、断定的な言い方はおかしいと思ってるっていうことね。ポイントだから無申告は違法だよ。俺はそれは絶対ダメだと思ってるよ。収入になるのは交換した先のことだから、そもそも運営会社は関係ないんじゃないの。そういうこと。だから多分ね、会社を経営してないと、もしくは個人事業をやってないと分かんないんだよ。だから、不発ポイントイコール円だって考えちゃったら、もし不発がそんなこと言ったら大変なことになるからね。窓は1月分の不発ポイントを2月に現金化、そういうこと。2月の不発ポイントを3月に現金化、そういうこと。そういうこと。まあ、だからどっちにしろ1ヶ月遅れて払ってるわけだし、前回の分も1月分で計上してるってことね。去年の12月分の1月で計上してるってこと。いや、法人化した方がいい、得なのはね、月収50万超えてくぐらいからかな、税務上。仮想通貨の課税は月額単位で、月額単位で国税庁が改定してるみたいな、マメチェックして対応した方がいい。どの時点で課税の判断をするのかは問題だから、どこで同じ納税額になる安全な対応をする。まあ、同じ納税額にはなるよ。そう、ポイントに税金がかかったら国がそれを金だって認めたことになるから、もっと根本的な問題に引っかかると思うの。俺が言ってるのはそこ。法改正の時に、国が民間の通貨発行権を認めるなんてことは絶対にやらないって言ったの、そこね。ポイントにね、税金かけるっていう風になるってことは、民間が発行したポイントが金だっていうのを国が認めたのとイコールだから、危ないっていう。収入よりもいろんな科目で経費計上できる。いや、もっと深い問題を話そうと思ってたんだけど、鮫島さんが話を聞いてくれなかった。だからミズニャンが言ってたことに尽きるんだけどね。それぞれが判断正しいと思うことをやって、間違ってたら追徴課税が来るなり、計上の仕方変えてくださいって言われるだけだから、行くことに意義があって、別にそんな大した、追徴課税なんか起こらないから。楽天ポイントでさえ課税対象なんだけど、楽天ポイントを行使した時だよ。楽天ポイントを保有してる時に課税なんてありえないよ。買い物した分に課税したことになっちゃうでしょ。ポイントイコール現金という認識が広まってるところ。ポイントは実はものなんだけどね。あ、俺もそう思う。ルキアさんと同意見。付与された時点で課税って言われたアフィリエイターがいたの。でも国のホームページでは使った時にも課税してくださいって言ってるんだったら二重に取るってこと。だから国が対応後手後手に回ってるっていうのが現状だよな。新しくできたサービスだから。不発のポイント天城風に変えるのと現金は違うの？違うっていうのは税金の払い方？俺の考えだと違うっていう考え方ね。
鮫島さんはそこで面倒なことが起こるから、その両方とも税金を納めるべきだっていう感じ。現時点では和道さんの解釈で概ね合ってますよ。ポイント仮想通貨の解釈は税務署の今後の課題。そうそうそう、現時点ではだからどっちを取ってもいいっていうのが正しいと思ってる。別に俺のロジックで通用すると思うよ。ただ法律が変わった時に疲れた時のために多めに申告するっていう意味でふわちポイントをやるっていうのもありなんじゃない。情報開示っていうよりもね、スケさんね、そこが情報開示っていうのはそう違法なことをしてますよねって言って監査が入った時に開示をするもので、あくまでその国に報告するのはそのいくらの分をいくらの口座に入れたっていうキャッシュフローだけだと思うよ。またキャッシュフローって言っちゃったけどごめん。ありえない話だけど、すべて延長チケットに変えた場合、そういうこと、そういうこと思ってた。俺延長チケットだけで3万円ぐらい使ってんのよ1ヶ月。それの分も税金払えておかしいでしょっていうのが俺のロジック。そう、延長チケットをやるためにポイントにしてて、ポイントの分も自分で税金払ってたらおかしいでしょって。だから36万円分ぐらいはその延長で使ってるのに、それも税金払うようになったらおかしいでしょ。髪型めちゃめちゃかっこいいって言われるけど、ダメ？変？ミスった？髪型変？なんか今流行りのすげえおしゃれな髪型らしいけど、ちょっとヘッドホンつけてるから崩れちゃったけど、もっとふわっとしてるんだけど、変？おかしい？変？ミスったかな？変？横から見てるからじゃないの？変？おかしいかな？税金は現金にかけるんじゃなくて売上売掛金にかけるので、手にしてないお金にかけるの、手にしてないお金にかかる、手にしてないお金にかかる、その場合税金現金で、その場合現金、ちょっと待って待って待って、巻きる待って、手にして、税金は現金にかけるんじゃなくて売り上げにかかる、手にしてないお金にかかる、手にしてないお金にかかるってどういうこと。その場合現金が手に入る予定に税金がかかる。課金してるのに申告してなかった配信者はアウト。いやっていうかそれはさ、配信者に限らず納税の義務を放棄してたわけだ、申告をしてなかった時点でアウトだと思ってて、配信者に限ることじゃないと思う。ありがとう思ってた。まあね、ポイントが失効したらマイナス計上すればいいだけっていう。大体こんなことで税務署は動かない。俺もそう思う。動いたとしても店閉めでアイラとかを狙うと思うよ。動いたとしても店閉めで、そうマスコミとか使って大々的にアイラとかでっかいところをやると思う。一人だけ。でもこんな小さい額しかないマーケットが狭いところに法改正とかしないと思う。要はふわっちだけのために法改正するとは思ってない。まあまあ通報しても、だって動くか動かないか判断するのはあれでしょ、税務署判断でしょ。税務署から指摘入ったら修正申告でいいと思う。まあそれが普通だろうね多分。ふわっちは源泉徴収出さないよ、出したくないよ。だからポイントサイトにしてるのも、そこがミソなんだよ。ふわっちが源泉徴収出さないよ。めんどくさいもん。そんなのサービス成り立たないもん。だからポイントにしたっていうところがミソなの。あ、でもまあ、ポイントを売りかけとしたいと思ってるのは確かだろうね。現金で12月25日10万円払います。払いって言ったら、青色の場合は12月所得になるってことかな。
でもさ、その計算を全配信者にやらせたら難しくないっていう、別にまあできると思う、できるしあれだけど覚えなきゃいけないのかもしれないけど、その方式ってめんどくさくないっていう感じ。俺はそれでやってないの。そう、支払い日の確定日と支払い執行日が違うっていう。だって入ってくる額と支払う額は税金的には一緒じゃん。その細かいところを、そう、まあ外注扱いっていうよりも、うん、外注ですらないんじゃん。ユーザー扱いでしょ。ユーザー扱いでしょ。300万以上ではマルサなんか入らないよ。国税、税務署がなんか修正してくださいぐらいじゃん。あって。たださ、そんなさ、10円とか20円とかそんなレベルでしか変わんないわけじゃん。やるか？そんな手間かけて。アフィリエイターでもほぼふわっちと同じようなシステムでやってますからね。ポイントか円の違いしかない。まあだからアフィリエイターに近いのかな。ユーザーがポイントを買ってポイントを付与し。だからもう新しい仕組みなんだよな。うん。うん。いやだからアイテムに1個ずつ振り替え伝票がいるからポイントにしてるんじゃないの。で、ポイントの風船とかの率を変えてるわけでしょ。会社側が。あえて全部 50% じゃなくしてるのは俺はそこだと思うよ。あ、ないないない。なんでかって言ったら俺は昔からきっちりやってる方だから。ないよ。日本全国の市町村に配信者の税金を預かって支払いはしない？うん。FC2 の配信者は納税してないかどうかはその人たち次第だから分かんない。でも確か FC2 はもっと時間かかってた気がする。すごく手間がかかったイメージがあった。ニコ生なんかもっとめんどくさいよ。現金が入ってくるの4ヶ月後だよ。ねえ、ふわっちなんか1ヶ月後には入ってくるけどさ、ニコ生4ヶ月後だよ、うん、海外の小切手だね。もしくは振り込み、うん、超めんどくさいよ。俺はマイナンバー登録賛成派。もうインターネット使うのマイナンバー登録にしてほしいと思ってるぐらい。納税額なんかほぼないでしょ、うん、トップ、本当に上位に稼いでる人ぐらいしか納税にならないと思うよ。これなんでかっていうとさ、例えばビットコインの口座を俺が公開して小引きすることができるじゃん。ビットコインをもらった時点で税金かかりますよっていうのと一緒のロジックだと思ってんの。それって絶対ありえないってなるじゃん。みんなのビットコインの口座にビットコインを俺が振り込んで、それを現金化した時に、それはその現金分を税金を納めてくださいねっていうんだったらわかるけどさ、ビットコインの段階で受け取った時に税金ってかけられないでしょ。だから仕組み上ね、そういう法改正はされないと思うんだよ。
あ、税理士のリスナーさんとかから凸かけてきてもらいたかったな。税金はもう胃が痛いよね、ほんと。3月は辛いよね。俺も指摘されなかった。マイナンバーを書かなくてもいいですよって言われた。じゃあ二重にかかるの？ビットコインもらって贈与税がかかって、さらにそれを現金化した時点でかかるの？2回かかるの？ちなみに税金2回かけるのって憲法違反なんだけど、ガソリンとかタバコ税と一緒のロジックなんだけど、違憲でしょ。だからこれから変わることはあると思うよ。だからバリューもそうなるのかな。どうなんだろう。来年度から申告にマイナンバー必須になる。マジか。マイナンバー用意しないと。贈与にならないでしょう。だから Google がポイントじゃなくて円だっていうふうに表示したのは、多分そこがでかいんだろうな。でもなんか、その今回鮫島さんが問題定義をして、その金稼いでるやつをこう貶めようっていうか、通報しようみたいなのが俺一連の流れだと思ってんの。で、いいか悪いかは別として、日本の現状が、国民性はこれだなっていうのががっかりした。全員が全員じゃないんだけど、多くのそのサラリーマンの人とか主婦の人とかが、その許せねえよってなってたでしょ。稼ぎやがってっていう。あれが日本の現状だなっていうふうには思ったな。金稼ぐやつは悪いやつっていう。悪いやつを吊るし上げろ。俺はその悪いやつは税金を払わなかったやつだと思ってんの。俺の考えでは稼いでるイコール悪だっていう風な流れっていうのはなんか残念だなと思ってたね。そう、稼いで税金を納めたらより立派なことなのに、なんかちょっと悲しかったね。だから情報コンテンツを受けてるっていうのが意識がないんだろうね、多分。ただで当たり前って感覚なんだろうね。
パチプロは本当は申告しないとダメでしょ。だパチプロが税金やってなかったらダメだと思うけど。配信者に納税してないやつが多いっていうのが、どのデータを見てそう判断してるのかっていうのを分からずに叩いてるな。分からないで叩くっていうのは俺はダメなことだと思ってるから。誰も分からないことをなんで叩けるんだろうっていう不思議な感じはしたけどな。いや、YouTube ライブは実は円で表示されるんですよ。7000円、円、1万円。ポイントじゃないの。だから、ふわっちの問題と違うの。いや、ふわっちの配信者がっていうよりも、ほとんどのニートの人とかは考えてないと思うよ。だから個人事業とか仕事って感覚でやってないっていうのが俺は問題あると思うけど。そうそうそう、仕事と考えてる人と、俺はお金をもらってる以上プロだっていう意識を持たないとダメだと思ってんのね。そう。どんなに少額でも。だからその感覚がないんだったらツイキャスやった方がいいんじゃないっていうふうに思う。楽して稼いでるっていうのがそもそもの誤解なんだよ。そもそもの。そういうふうに配信者が、そのリスナーがそういう時は黙るとか、ついてくるっていう構造が問題があったんだよね。俺らは乞食だよって言った、蔑んだ方が、今まではその可愛がられたっていうのが問題だと思ってて。嫉妬も入ってるよね、絶対ね。今年の4月に施行された改正資金決済法では、ビットコインは、財産的価値とされ贈与税がかかる。ほうほう。パチンコで儲かった金と同じなんじゃないかな。どっちにしても申告必要なんだけど、みんなやってない。やってないやつは悪いやつだよ。すり抜けようとしてるってさ、今年できたサイトで今年から稼げるやつがバンバン増えたわけじゃん。今年から。まあ去年も運営されてたけど、メインは今年からじゃん。で、今年の分は来年の3月に申告されるのに、俺3月以降にみんなが税金払ったのかよ、出せよって言って、出してねえわって言って叩くならわかるの。現時点で叩くのはミスリードじゃないっていうのが俺が言ってる問題提起。来年の3月以降、4月の頭から叩き始めるんだったら、俺は別にこの問題は言わなかった。わかる？正論でしょ？お前払ったのかよって言うのを4月に言うなら筋が通ってるんだよ。これから払うのに、お前今まで払ってないとか、今年の分払う気あんのかよって叩いても意味がないと思ってんの。いや、警告をする必要なくない？だって本人が痛い目見るだけだから。そう。要は払うか払ってないかっていうさ、未確定な情報を叩くのは俺はダメだと思うよ。まだ、悪いやつは叩いていいと思うけど。いい問題定義か。そうか。俺はそうは思わなかったぞ。ゲームセンターで消費をしたっていうことだからじゃないの。ゲームセンターのぬいぐるみを転売して儲けたっていう扱いなんでしょう。多分。じゃないとまずいよな。
運営からちゃんとした指導をするんだったら、こういうサイトは伸びないと思ってる、俺は。運営の判断間違ってるとは思わない。本来は個々でやるべきなんだから。運営はそこまで責任ないよ。あ、領収書を発行するパチンコ屋、面白いね。領収書発行できませんっていうパチンコがあったら本来違法なんだけど。運営に指導する義務なんかないよ。いや、俺は運営は正しい判断をしてると思うよ。そんな人の税金のことまでいちいち面倒を見る必要ないでしょ。そう。ふわっちはふわっちの売り上げた分とかかかった経費とかを報告すればいいだけでしょ。これは実際そうだと思うよ。提携先の会社のさ、指導なんか税金こうやって払ってくださいねなんて言わないでしょ。だからふわっち専属の、例えば税理士やりますっていう、全員分請け負います、1人3万円ですってやったら、いい売名効果になるじゃん。まあね、疲れた時のリスクを負いたくないからやらないだろうけど、そういうビジネスモデルも生まれていいと思うよ。税理士で食えてないベンチャーの税理士でさ、ふわっちに営業電話かけて安くやるんでっつって、そういうスタイルもあっていいと思うし、解釈を決めちゃうと今度フワッチが責任を取らないといけなくなるの。だからバリューの問題の時にバリューがヒカル君に指導をしたでしょ。あれでバリューがつつかれたわけじゃん。バリューはヒカル君の問題、ユーザーとヒカル君にやらせとけばよかったんだよ。ほっとけばよかったんだよ。だからこういう問題が起こってもフワッチの運営が頭いいと思うよ。公式から発表しないでしょ。発表しだしたら今度、ふわっちの責任になるから。ああ、そうなんだ、ルキアさん。だったらそいつを叩くべきだよね。ははっ。それはふわっち潰れろって流れだよね。ふわっちのサービスを利用すべきじゃないと思うよ。国税が内部の見解を統一しようとしてるから、そうだね。俺はだからここ2、3年の動きを待つべきだと思ってる。置いたままにしてまとめて申告した方が税金高いような。いや、だからバカなんでしょ。いや、バカなんだよ、だから。バカなんだよ、そうだよ。マキルが言ってる通りなんだよ。ストックして、ストックして 現金化できないんだもん。バカでしょ。そいつが税金、税率どんどん高くなるんだもん。100万円で済む、安く済むっつって、で無課税だっつって1000万貯めました。翌年にまた100万円で申告しようっつって2000万、3000万貯めてって、3000万の時点で現金化しようっつって3000万で引き出したらさ、1500万とか来るわけでしょ。バカすぎるだろうって。ちゃんと税金払っときゃさ、税率低く済むの。だからそいつは計算ができない、バカなんだよ。叩かれるどころかね、多く払ってくれるんだから。そう。で、俺もそのロジックなのよ。だから、鮫島さんが言う、ちゃんと払わなきゃっていうのは税率を理解してないからじゃん。俺は、アマゾンにポイント変えても、そいつが苦しむだけだからいいじゃんっていう論理なの。そう。わかる？ちゃんと払おうとしても、ストックすればする分税率が高くなるから、
そいつが不利になるだけじゃん。だからやらせりゃいいじゃんっていうの、マキルと同じロジックだよ。そうそうそう、ストックすればするほど不利になるのに、一気に引き出したらね、もちろん引退してからゆっくり引き出すっていうのもあるだろうけど、いや、だから一番バカなやつはポイント貯めといて運営が倒産してもらえないっていう時に、ミズニアはそれに税金かかるって言ったんだよ。ありえなくない？笑うでしょ。ミズニアと鮫島さんは、例えば7000万アイラがポイントストックしてて、フワッチが倒産したら7000万に対する課税がアイラにかかるって言ってんだよ。そんなのありえなくない？誰もやらないでしょ、そんなサイトで。さすがに、そんなバカな法律は組まないよ。笑ったよ、本当に。売上のマイナス計上？あんまりしっくりこないな。いや、不当たりみたいなこと？倒産して取りパグれたら引き当て金で引くのはある。アイラ倒産に対してポイント分の債権が生じる。ポイントは、花火ありがとうございます、匿名さん。ポイントは課金するという前提で進めてるから、水谷麻生さんも結果的には同じでしょ。同じだね。結果的にはね。ただ、細かいところが違うんだよ。例えば延長チケットの50円分の税金をどうするのかとか、手数料の問題とか。花火ありがとう。でも、年末やろうかな。31日に俺やろうかな。あーって。あと50万で税率が上がっちゃうから花火あげないで、花火あげないでってやろうかな。花火いらないですって。あ、税率が上がっちゃうって。それ面白くない？ 年末に。やめてください。あと30万で税率が上がっちゃうんです。やめてください。やめてくださいって。花火あげないでって。 やめてーって。そういう配信者がやめろーってね。ありがとう、花火ラッシュありがとうっていう、なんか新しい配信スタイルとか、なんかそう、ちょっとバカにしてるというかさ、そういうのもあっていいと思ってて、ありがとうございます。やろうかな、年末。ごめんなさい、税率上げたくないんですーって。 あ、花火ラッシュありがとう、特面さん。税金増えてくね。青色申告してたら簿記持ってなくても分かるレベルだけどね。おお、すごいな。ああ、どうしたの、特命さん。お金持ち。すごい。すごい。そもそもそんな崖っぷちなら放送しないだろう。俺は売掛金とかよくわからないね。めんどくせえ。足し算引き算でいいと思ってる。めんどくさい。
めんどくさいんで通帳に入った分だけ計算していいっすかって言ったら、いいよって言われたから俺はそれを使う。計算がめんどくない？青色申告はダメなの？税務署は納税しようとしてる人には親切だからね。めちゃめちゃ親切だったよ。全部教えてくれたよ。うん、これはダメだよ、これは落ちるよって。基礎控除6万あるよ。じゃあ分かった分かった分かった、 OK、 行くよ。あのね、言うよ、去年俺売り上げ低かったんだよ、生活保護だからふわっちやってたけど、だからあのペラりますけど、去年課税分なかったんです僕正直だろ今日ね、俺は稼げるようになったの、ふわっち来たの10月からね、10月3万円とか、11月12月で30何万超えなかったんです、僕。そうでしょ？よくよく考えたら、いや、わかるでしょ？だから。俺、去年の10月の真ん中に始めて、11月12月で30万以上稼いでるわけないでしょ？だから去年確定申告行ったんだけど、非課税ゼロって出たの。そう、いや、生活保護だけど、税金は払うって言って言ったの、俺は。そう、察してたでしょ。だから、その、2ヶ月か3ヶ月とかと、あとその、振り込まれてたの全部足してもそんなにいかなかったから、だから税金払わなくていいよって言われたんだよ。そう。で、1月に抜けてるわけですよ。だから、本格的な勝負今年からの分かってるのよ。そう。だから、そう。だから今年から出た問題なんだよ、本当に。だからそれを言ってんの、うん、開業届はもう3年ぐらい前から出してるよ。でちゃんと税金は払いに行ってるよ。だけど去年そんなことにはなってないの、俺は。開業届は出してますよ、はい。うん、だからそもそもがそもそもが開業と、今年は開業届、今年はってどういうこと？開業届って毎年出すの？嘘でしょ。開業届って毎年出すの？年度ごとに出さないといけないの？去年はだから納税はなかったの。一回だけで OK だよね。出してる出してる、開業届は。合ってるよね。合ってるよね。一回出したらいいんだよね。屋号は嫌だよ。言いたくない。屋号は嫌だよ。うん。配信中。だから個人事業の中で、その会社とかでさ、弁当とかを配布するのなんだっけ？やろうと思えばできるよね。その会社として、その会社の食堂を提携してるところがあるわけだから、やろうと思ったらできると思うよ。うん、おでこはもともと広いよ俺。うん、花火対決勝てよっつっていやちょっとありがとう頑張るよ。うん、ギャンブルするよ、もうやめたけど。ありがとう花火。もっと言うなら、もっと言うなら、ヘアメイクとかも落ちるはずだよ。こういうのも。
経費で。服とかも落ちると思うよ。ただどこまでを判断とするかっていうのはもう個人の問題でしょ。タレント事務所はだって落ちてるでしょ。だからそれこそそのカツラは OK でね、植毛はダメなのかとかそういう話だと思うよ。YouTube でも経費だし、堀江貴文がメルマガをやってるのがそれだったの、理由が。堀江さんがメルマガで暴露してるんだけど、僕がメルマガをやる理由は、全部の食費をメルマガで発表してるからっていう。全部の、そう。そう。だからもう両親に任せるっていうのが現状だよね。うん。両親に任せるっていうのが。経費で落ちると思うよ。うん、まあさすがにね、やりすぎたらちょっととは言われるだろうけど、うん、食費が全部経費ちゃんと移してたらね、それで金を生んでたらね、まあさすがにやりすぎだろうけど、それは叩かれるでしょ。まあ、全部はあれだけどね。タバコを経費でやったらさすがに俺は叩かれてもいいわ。これも演出だって言うんでしょ、小道具だって。そこまで強弁したらさすがに叩いていいよ、ライフタイムウィーナー。そんなことはしないよ。一応だから俺はこのパーテーションで区切って、こっち側を事務所扱いにしてんの。だから部屋の半分の間取りにパーテーション入れてんのね、わずと。だから家賃は半分下ろそうとは思ってるよ、経費で。それは通るでしょ。全額は下ろさない、ただ半分は下ろすよ。あいつらは事務所がバックにいるんだから、事務所がやってくれるでしょ。例えばじゃあ捨て頃のさ、イベント会場借りるのが経費で落ちませんっていう話とかにもなってくるようなもんだと思うんだよ、うん、ああ不備があったら後からまとめてくるってことか。まあそりゃそうだよ。でもなんか俺は配信で稼ぐことを狭めるような感じはするけどな、うん、あーだから会社が支給するべきなんだよね。会社がだから個人事業の名義で契約するべきなんだよな。一番綺麗なのは絶対に落ちるじゃん。それで落ちなかったらさすがに文句言われる、文句言えるでしょ。会社の個人事業の名義でも契約ってできるから、それで契約すればいいんだよ、仕事で使う分には。それはいくら使っても経費で落ちるでしょ。まあ新しく生まれたサービスはしょうがないよな。でもそう、税金を払うようにはしないとダメだよな、やっぱり、うん、そう思うよ。サラリーマンの人とか、うん、払ってるわけだし。だから俺ね、ウームっていうのはまさにそれだと思ってるの。あのYouTuber が稼ぐようになって稼いだ人たちのための事務所だと思ってんのよ。だからね、俺配信会のウームみたいなのできると思うよ、これから。稼いでるやつの専属のプロダクションっていうのは、まだマーケットが小さいからそういうのが生まれてないだけで、
年収1000万のプレイヤーが1000、ね、100人ぐらいできてごらん。じゃあ俺取りまとめるわっていう会社出てくると思うよ。そんな気がしない？要は税金払うぐらいだったらこの会社に委託してって。ここに株式会社してる？サイドは1ミリで借り上げない。サイド1ミリどころじゃないと思うよ。すげえ借り上げてたよ、何度も何度も。ほぼ五輪どころじゃないよ、もう何回もやってたよ。しかもアメリカ式のバリカンでスキンヘッド状態だ。ここでバリカンの入れてるの変えてたもん。こことここ違うんだよ。違うでしょ、よく見たら。こことこことここで違うんだぜ。相当こだわってたよ。色違うでしょ、こことここ。こことここ。すごいよね。だから、結構こだわってたよ。沿ってはない。全部バリカン。で、アメリカからバリカン輸入したって言ってたよ。ツルツルじゃない、ジョリジョリだから五輪みたいな感じかな。スリーブロックだね。なんかそのなんつったっけな、バーバースタイルとかいう、バーバーカットだっけ、バーバースタイルっていう、今なんかめちゃめちゃ流行りのカットなんだって、バーバーカット。うん、いや頭皮だよ全部、ほら正面から見ると違和感はないけど、なんかちょっとできる風でしょ。これでジャケットとか着たらめちゃめちゃできる風になってたよ。かしこっていうかね、なんかそのなんか芸術家みたいとか言われた。仕事めっちゃできるやつ風でしょ。いい感じ、おしゃれカットにしてくれた。そんなに違和感ないでしょ。変。これ多分下手な人がやったら黒電話になると思う。バーバースタイルっていうか変。かっこいいよね。失敗してる？素材が悪かったんでしょ。なんか昔は誰でも似合うような髪型が流行ったけど、横から見るともうなんか北朝鮮ですかみたいな髪型だけどね。いや一歩間違えたら黒電話だよこれ。すごい難しいと思う。なんか最近の傾向としては細分化が始まってんだって。この髪、この人にしか似合わない髪型のスタイルが流行るって言ってた。この顔立ちだからとか、この頭の形だからこの髪型ができるみたいな傾向にあるんだって最近の美容業界が。結構気に入ってるけどね。まあまあ好きにすりゃいいよ。髪型までケチつけられたらたまったもんじゃねえよ本当に。別に俺アイドルではないんだから。いいよ、かっこいいって言ってくれる人を信じるよ俺は。インターネットタレントです。はい、YouTuber です。YouTuber です。どうもどうぞよろしく。
まあいいんだよ、かっこいいって言われたら終わりだと思ってんだ、気にしないでじゃねえよ、気に入ってんの。あ、でもね、ぐっと老けたなと思った、この髪型にして。30代なんだなと思った。手遅れだわ手遅れだよ、うん、すげえなんか年取ったなって思ったね、ほんと改めて。30代っぽい髪型になったなって、なんかもう年なんだなって思わない？おっさん感が出てるでしょ、うん、すげえ年だなと思ったもん、これを絵面をこう見て、うわーおっさんいるわーと思って美容室の鏡でおっさんじゃんと思って、すげえショックだった。あー、さゆちゃんありがとう。すげえ悲しい気分になったね、うん、あった、なんか老けたって、実際老けたと思ったよね。もう年だよな、20代じゃないんだもんな、うん、うん、老けてるよね。だって5年前だって配信始めた時27歳だったんだよ俺。だから石野が30になりましたって言った時にえっって思ったもん。俺が30歳で石野が28歳だったの、出会った時27かな、俺が29で27だったか、そんな感じだったのよ。それが逆転じゃないけど、石野が30になりましたって言われた時に、あ、お前もう30歳なんだと思って俺32かみたいな。石野が30歳ってすごくない？なんかこう感じるものがあったね。まあ便所さんとかも40とかになるでしょ、もうすぐ、うん、まあまあまあすごいよな、うん、そう自分の年は気になんないけど後輩えって、うん、落ち着いたな。ダンフではねえよ、うん、30代っぽいもんな、なんか悲しいよ、おじさんは悲しいよ。だからアイラとかが驚異的な若さだと思うもんね。アイラの若さ驚異的だなと本当に思う。まあ顔出してねえかんな、実際顔出したら老けてんだろうな、もうおっさんじゃんってなるんだろうな。だから出せねえんだろうな、アイラは顔、商売上っていうか、なんだかんだ生き残ってるよな。いや配信者はやっぱ一回有名になっちゃったら有利っていうのは昔から思ってたよ。一回長売れたら生き残りやすいっていうか、光の飛ばし方えげつないよね。ただ一発屋みたいな売れ方は嫌だなとはずっと思ってたけどね。俺便所さん結構かっこいいと思うんだよね、太ってる感じとか、あの恰幅の良さとか、俺結構便所さんのあの感じ好きだよ、かっこいいスタイルで生きてるなと思うよ。ライラは売れると思ってたね、まあ、まさか金梅さんで売るとは思わなかったから、えぐい売れ方したけど、
あいつはまあ才能あるよ。配信向いてるよ。金前さんが目つけるの分かる。前に突した時言ったじゃん。君売れるよって。ただまあまあ今日だけだろうけど、こんだけ閲覧あんのは200とかキープするんじゃない。フォロワーだいぶ増えたでしょ。やべえ、今日すげえ疲れた。飯食ったの何時頃だっけ？すげえ腹減ってんだけど。パフェありがとう、山田さん。失礼なことを言われた記憶ないよ、俺、山田さんに。なんか言った？ なんかね、たまにね、すごいね、なんかごめんなさいとか言われるんだけど、多分俺が鮫島さんとツツしてる時に悪口かなんか書いたんでしょ。覚えてないよ。俺山田さんに別に悪いこと言われた記憶がないから。なんか逆に何言ったんだお前ってなるんだけど。課税対象、パフェありがとうございます。アイラも和道は売れるって言ってた。おー。何なんだろうね。なんか言われた記憶がない。結構なんかリスナーとかに「この前はごめんなさい」とか言われるんだけど、何のことみたいな。俺結構その場で怒鳴るタイプなの、嫌なこと言われたら。なんだてめえとか、ふざけんな消えろとか言うけど、次の日忘れてるっていうか、なんか普通に接してくれたらいいのにっていうか。そう、その時に結構消化するタイプな感情。嫌なこと言われたらその場で嫌だっていうし、だからあんま根に持たないタイプなんだよね。根に持つタイプの人いるじゃん。ずーっと何年も前のことをさ、ぐじゅぐじゅ言ってるタイプの人じゃない。すーげえさっぱりしてるよ、俺。わかんないわ。この前はごめんなさいの意味が。逆にね、なんかね、その、感情をパッパパッパ言うから、なんかリスナーさんに悪いことされたみたいな感覚があんまりないんだよね。夜食ありがとう。ありがとう。おお、ゆめこさんはどつ？お疲れ。えぐ、うこんばんは、ザーシャン。お疲れい。眠い。ハートありがとね。寝ようかな。明日でいい？もう、ごめんね。ちょっと調子悪くて。鮫島さんと話す。花火対決頑張ります。鮫島さんと電話をするっていうのがどれだけ体力を消耗するのかっていうのは多分みんなわからないと思うけど、ヒットポイントがもうあと残り5とか6とかしかないから、眠っていいっすか？鮫島さんと会話するときは決死の覚悟で話さないといけないんで、もうダメージが半端じゃないんで、ちょっと僕は今日寝ますね。それじゃあ皆さん、おやすみなさい。お疲れ様です。おやすみ。花火ありがとう、マイケル。おやすみ。お前、コメント欄荒らすなよ。とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。